大学で講義を受ける学生第3期の教育は中学校、高等学校、ギムナジウム等の中等教育を終了した人を対象にした教育段階。中等教育後の高等教育を指す。第3期教育は一般に修了証、ディプロマ、学位を授与される期間で大学や専門学校が含まれる。国際標準教育分類レベル5から6に分類される。 第3期の教育ステージ1にはサブタイプに A と B が存在する。ステージ1の教育機関には4年生または3年生大学学部、短期大学、ポリテクニックなどがある。大学院についてはその上位の第3期の教育ステージ2と定義される。S と2011年版では短期の第3期教育が新設され、学士未満レベルの段階とされている。 第三期教育は、高等教育、ハイアーエデュケーション、HE 同様に継続教育、ファーザーエデュケーション、FE を含んでいる。第三期教育は現在 FE 大学として知られることも珍しくなく、専門家庭とともに、HE に進学できる A レベル同様の家庭を提供する大学である。ありがとうございます。